昼ご飯を食べるんですけど、ちょっとしゃぶしゃぶ寿司食い放題に行ったことない人がいるので、いつもの定番の回転しゃぶしゃぶ寿司食べ放題に行こうと思います。できたのがパタヤのセントラルフェスティバルという一番大きなショッピングモールみたいな感じですね。かなり広いです。で、ここで見つけたわけわかんないまた日本料理屋みたいなのがあるので、ちょっとご紹介しようと思います。謎のなんかロボットレストラン、ハル、何がロボットレストランなのかわかんないけど、ロボットがあるからロボットレストラン、あれが全部するだけ、何を配信配信するのかどうかわかんない、まあロボットレストランって感じです。ここね、なんか鉄板焼きの宮崎っていう鉄板焼きです。高いんでしょ。で、いつもの、はい、これがシャブシ。はい、タイマッサージを受けております。隣はタモちゃんです。じゃやっと、ロコ、今どんな技をかけられてるかちょっと皆さんにお見せしようかと思って、こんな感じ、すごい技をかけてます。痛くないのこれされても。全然。そうすげえ。マッサージをして、体式のマッサージを受けた後はこちらに来ました。ダーン、パタヤには、ね、カート場がありますので、イージーカートカートドットネットイージーカートドットネットよくわかんないけどとりあえずカート場があるんでカート場に来ました。こんな感じなんかね、コースが2つあって 270cc と 160cc とあるらしいんですけど、で、ここね、なんと深夜の1時までやってます。なのでちょっとみんなでやってみようかなと思います。誰もいない、ほとんど人いない、なのでちょっと本気出して 160cc に乗ろうかと思います。パタヤ GP 開催です。あれ前群馬だっけ、あれは秩父、秩父の次は、秩父グランプリの次はパタヤグランプリということです。本当にワールドグランプリだから、秩父ですか、世界転戦で世界転戦しますよ、マジで。ノーレースだ、T シャツやるよって書いてる人、1回フリー
あのヘロヘロになると思いますよ、4レース、ね、4レース相当ヘロヘロで、今申し込み書、怪我しても責任取んねえぞ的なやつ書きました、ね、今日そして私サンダルできちゃったんですけど、サンダルはダメみたいです。スニーカーじゃないとダメなんで、50バーツ追加で取られる。あそこのダブルヘアピンがなかなか難しい。ここクリップ立つ、ここほぼ慣れた。あとタイム詰めるとしたらどうしようかな。ここ加速落ちてからな、もうちょっとなんかこうなんとかなりそうな気がする。ここでも思いっきりバックインクローズでいけば、ここでここでドリフトしちゃうからさ、スピードもんないんだよ。今ちょっと他のなんか白人の外人さんが走ってますけど、かなり楽しい、おすすめ。270はちょっと早すぎてダメかなと思ったんですけど、そんな速くない。じゃあまたちょっと休憩したら次行ってみようと思います。やっぱりスピード乗せなきゃいけないのここだよ。アクセル全開区間、全開区間が長ければ、ね、だからなるべくここきっちりというか、なるべく速い速度で回って、そこもそこも全開でいけんじゃん。あそこいかにスピード速くするかでタイム変わると思う。遅いやつ見るとさ、インってかミドル行っちゃってんじゃん。そこで立ち上がり腹あの辺で、あれダメなんだよ。もっとアウトから一気にグッとこない。何タグ見えたか言うだけなら、うん、今ちょっといろいろ研究して、みんなでまたレース魂に火がついちゃったんですけどパタヤでバカなおっさんですいません。
というわけで2回目もやりましたけど、ちょっと白人グループと一緒になっちゃって団子状態で大変でした。散々スピンしてる動画とかぶつかる動画とかが撮れてると思います。まあ楽しかったです。ちょっと私は走り足りないんでもっとやりたいんですけど、まあ腹8分目、俺はまだ4分目くらいですけど、まあまたね次来たらやろうと思います。